ハードオフで月に変わってお買い物よ。アンマンプチプチ。今日のアマちゃんでございます。アマちゃんがねプチプチを片付けられたと、箱に入れられたと、出せと、怒っております。プンプンです。アンマンプンプン丸です。出す？でもまた散らかすからな。ちゃんとしまってこれます？アンマンちゃん自分で。無理でしょ？こんなでかいの。いける？しまってこれるの？じゃあ行ってくるわって感じ？しまってくるから、ちょっと待っててねって感じ？すごいっすね。はい、というわけで、アンマンちゃんでした。それでは本編スタートです。どうも、プニです。お元気ですか？どうですか、調子は。今日はね、月に代わってお買い物用の時間ですよ。今回ね、4本買ってきました。結構高かったんだよ。ハードオフです。ね、じゃあ見てってください。さあ、やっていきますよ。今ね、ごしょごしょしてます。まず1本目ですね。セーラームーンスーパーで合ってたよね。パズルゲームですね。こちらをね、購入してみました。今ね、画面に出てるのはね、オリジナルパズルモードっていうゲームでやっております。意外と綺麗だったのと、まあ持っていなかったので、確か持ってなかったと思うんですよね。持ってるかもしれないです。まあ、端子清掃ね、ちゃんとしていきますね。よいしょ。あ、そんなに汚れてないかな。前の持ち主さんが、だいぶ綺麗に使ってたみたいですね。接点強化剤もね、塗っていきますね。結構ね、パズルゲーム、変わっててね、面白いかなと思うんですよね。ただ、似てるゲームを見たことがある気はするんだけどな。まあ、オリジナルではなってたけどね。まあ、というわけで、パズルゲームのセーラームーンのゲームでございました。まあ、ぜひね、皆さんもやってみてください。結構面白いよ。さあ、ちょっとね、今、この辺片付けて。じゃあ、2本目ですね。さあ、2本目です。セーラームーンスーパーで合ってるよね。スーパーだよね。購入価格ね、1100円だったんですけれども、こちらはね、格闘ゲームですね。駿河屋価格だとね、1050円ですね。まあ、これもね、結構綺麗だったんで、買ってみました。ちょっとね、セーラームーンシリーズがね、結構入荷されてて、で、まあ、ちょっとね、買ってみようかなと思って、今回はセーラームーン縛りで、ハードオフでね、買ってきました。まあ面白いでしょ。セーラームーン縛りっていうのも。いや、意外とね、格闘ゲームもちゃんと動くんで、まあ面白いですよね。まだね、この頃はね、知ってるんですよね、セーラームーンね。まあ、最近のになるともうわからんけどさ。まあなので、セーラームーンスーパーの格闘ゲームでございました。よし、じゃあ次行ってみましょう。それでは、次です。さあ、次はね、こちらでございます。セーラームーン R ですよね。これね、リターンとかじゃなくて R でしたよね。購入価格1100円で、駿河屋最安値がね、1111円ということでしたね。
こちらは横スクロールの、なんて言うんだろうな、アクションゲームっていう感じです。なので、まあ、なんて言うんですかね。あれみたいな感じです。クニオくんみたいな感じか。そう。それ。それだ。そんな感じです。まあ、セーラームーンですね。セーラームーンですよね。それはセーラームーンですよね。意外とね、操作は簡単で、意外と楽しめる感じのゲームでした。それでは、最後ですね。美少女戦士セーラームーンのコレクションっていうね、やつがありました。購入価格880円。駿河価格は600円でしたね。これはあれですね。PC エンジンの、スーパーロムロムの、ゲームになります。ゲームなのかな?ちょっとね、なんていう、あ、ちょっと傷があるね。そう、ケース見ただけだとね、ゲームなのかなっていうのがね、ちょっとわかりづらかったんだよね。あ、これなんか、変に挟まってるわ。よいしょ。で、こっち出せばいいか。これね、ちゃんと入ってなかった。あー、なんかミニゲームなのかな。着せ替えとか、なんかあるんだね。なんだろう。セーラームーンのグラフィックを楽しむためのものなのかな。それに、ちょっとゲームがついてますよっていう感じなのかな。レイちゃんの着せ替えとか。ドンケツゲームいいね。まこちゃんのドンケツゲーム。そういうことみたいですね。各キャラクターの、ゲームが遊べますよっていう、そういうことの、ゲームらしいですね。まあ、なのでね、結構今回私にしては高いの買ってきたでしょう。まあセーラームーン祭りということで購入してみました。まあ、ちょっと傷があったのは残念だけどね、ケースも割れてるしね。まあ、一応あれなのかな、プライベートタイムをなんていうんですかね、見れるという、そういうことなのかな。メモリアルカードって書いてあるから、初代セーラームーンのなんか思い出みたいな感じなのかな。というわけで今回ね、この4本、セーラームーン縛りで、ハードオフで買ってきました。皆さんどれかね、やったことがあるものがありますかね。セーラームーンのゲームもね、意外と面白いので、ぜひやってみてください。おすすめです。それでは、またね。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、セーラームーンのね、ゲームをね、持っていないものを一挙買ってきたっていう感じですかね。それでは、またねー。